キサキザキーハー、うわー僕には無理なのか。何、うわ兄さんやっぱり来てくれたんだ。お前のようなでかい弟がいるか。それ声優が小西さんってだけじゃ。ガク、おのれアテナのセイントめ。ふん、さっさと地獄に落ちろ。フェニックス幻魔剣。うわー、なんだあれ、これから収録なのに声が出ないぞ。なぜだ、あ、田中助けて。声の出ない杉田なんてただのクズ。おめえの番組ねえから。じゃあ田中よ、新番組始めるよ。はい、中村様。中村雄一のアニゲラズバーム。どんな地獄を見てるか知らんが、そのまま落ちるがいい。うどれ、ただでは死なんぞ。幻魔剣開始。なんだと。俺、環境ホルモン的なサムシングで女性化したの？はい。冗談じゃないって、うわあ。認めてください、今の自分を。そして受け入れてください、俺を。知るか、本当に力が入らない。杉田、おい、なんとかしろ。うん、そんなこと言わずに楽しめよ。この通り、私も環境ホルモン的なサムシフで D カップに。いやー、貴様も地獄に落ちろ。黙れ、幻魔剣返し返し。うわー、何の幻魔剣返し返し返し。うわスーパー幻魔剣返し返し返し。はい、改めまして、こんばんは。絶賛予約受付中らしいですよ。ではね、そろそろね、今日は言ってた通りのゲスト来たよ。来ちゃいましたね。誕生日なんだって。うん、はい、今夜のゲスト、こいつ。ディドゥーン、中村リチです。書いてるからね。言っちゃった。書いてるから言いましたよ。リチギに挨拶してくれるなんて。はい、ありがとうございます。アニスパップみたいなやつでしょ。ね、コムチャッチャーみたいなもんだよ、ね。あっちはね、やらないと本当に怒られるからね。強要されるんだよ。そうそうそう。というわけで、誕生日おめでとう、中村。あ、どうも。はい、ね、なんか、普段撮ってる曜日は曜日じゃないですか。はい。まあ、大体固定曜日でやっていただいてるところをこう、わざわざ、僕ね、ちょっとその曜日で今、レギュラーやってるんで。いや、でもそれもあるし。なかなか難しいっていうところをずらしていただいても。いや、あと誕生日っていうところがあるから、うん、この日にしたかったってなったわけ。今日はもう、まあ言うならば誕生日ドンピシャなところで、そうやっていただくという形で。いやー、すまんね。いやいや、そんだけ祝いたかったんだよ。ありがとうございます。普段番組でも結構、ほら、俺友達少ないっていうか、ほぼいないから。そのうちの友達が、アシスタントで出る番組。そうなっちゃうと、もう中村の話しかないのよ。さっきの、だってほら、うん、この A&G スクールカレンダーをさ、うん、さっきまあ、仮行のやつを見たけどさ、ひどいぞ。他にね、多分いろんな番組がこう、うん、ラインナップにあると思うの。うん、何月は、みたいな。うん、この月だけさ、うん、杉田と素人が、何人か映り込んでるわけでしょ。うん、そう、素人って言い方は良くないけども。素人だよ。はい、そうです。素人がさ、決めポーズで写ってる写真をさ、見た初めてだぜ。そんなこと言われてもさ、そんなこと言われてもさ、ね、ひどいもんだよ。いやいや、いや、まあ、アイディアは俺なんだけどさ。あ、そうなんだ。許容した素人を写していいですか。そうそうそう。どうせならアシスタントですし、みたいなところでね。で、中村、はいはい、ケーキ、うん、ね、甘いものを食うかどうか分かんなかったから、うん、とりあえず、サラミにした。ガチ肉。さ、うん、サラミにするにしてもだよ。うん、なんて言うんだろう。なんか、これ多分、包丁で切り分けて食べるタイプだよね、これね。冷たいし。そうだよね。うん、あと、買いすぎね。一、うん、人ノルマ2本みたいな風になってるけどさ、これ果実1本もいけねえぜ。細長いカルパスみたいなもんじゃなくて、ガチのサラミだからね、これね。高さ的にはペットボトルぐらいある。ある。じゃあ、ハサミ渡されたけど、何個切って、ハサミで切ってくる。韓国のカルビみたいな食い方すんの。そうそう、骨付きカルビ。やっちゃうから。はい、やっちゃうから。田中、大丈夫。じゃあまあ、せっかくね、いただいたんで、うん、はい、食べながら、今日やりたいと思います。ね、この番組、あともう一体というかね、もう一人出演者がちゃんといるんだけどね、はい、オートマチックゲームレボリューションシステムの頭文字だって、アジルスっていうのがいいんだけど、ね、アジルス、今日どんな感じなのかな。アジルスこんにちは、アジルスです。あ、喋った。喋るね。うん。ちょっとアジルスの大切な部分にこう、サラミを。ふざけんじゃねえ、お前は。田中、口
たばれ。ありがとうございます。あ、喜んじゃうんだ。うん。なんか、急ごしらえで作った割には、ちゃんと流暢に喋るんだね、こいつ。へえ、うん、そうなんだ。アジルス、よろしくね。はーい。かわいいな。なんかね、うん、このスタジオの中の様子を見せたいよ、みんな。よろしくねって言って、こう、うん、なんか、ツイタが作業やってるのはすげえシュールだから。いや、そういう、そこ、レポしちゃダメね。あ、そう。そこレポダメね。そこレポはしちゃダメ、うん。アジルス、ね、これから成長していくって設定なんで、中村なんか設定を回転追加していいよ。あ、ワードが増えるってこと？そうそう。あ、なるほどね。なんかある？下半身が、ヒルドロブみたいな戦車になるとか、そういうの。そうそうそう。ワードしか増えないんだろ？いや、でも、絵とかもそのうち上がってくるかもしれないから。うん、なんかない？アジルス、なんか中村、なんかある？中村さん、好き。え、何やろ？羨ましい。もう設定追加されてたね。中村好きってことでしょ？そういうことだった。うん。というわけでね、2月20日なんだ。そうそう。ほう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 。誕生日ってなんか楽しかった思い出ある？ないね。え？誕生日でしょ。誕生日か。うん。だって俺、今回の誕生日は、全然もう普通に仕事を、まあ、今日もそうだけどさ、うん、普通に仕事をして終わりだよ。で、なんか、前日とかにも、ああ、明日誕生日だとか全く思ってなかった、ね。言われると、あ、そうだそうだ、うん。あと俺も誘った後に気づいたのが、うん、2月14日にお前普通に鍋食ってたよな。誕生日じゃない、バレンタインか。そう。バレンタイン、うん。だってその日の夜にスケジュール取れるっておかしくねってなって。なんかね、おかしいと思ったら、杉田と飯食いに店に入ったら、どうもカップルしかいないの。うん。どうも様子がおかしいと思って。おかしいなって思ったの。あーあーっていうね。バレンタインね。もう本当なの、バレンタインなんていう日がね。うん。消え去ればいいのに。厄介な日だって。ね。というわけで、じゃあ、はいはい、フォーカーを。どうも。はい、じゃあ。そんなことより、ゲームやろうぜ。はい、このコーナーでは僕たちが少年時代から未だにハマっているゲームをプレイしつつ紹介していくコーナーです。さて今夜中村と紹介するゲームはバーコードバトラー2。僕持ってました当時これ。うん、はい、俺1持ってた。あ、ほんと白いんだよね。1そうそうそう、白にオレンジボタンがある。うん、うん、へー、やりましたね。そうそうそう、俺当時漫画をコラージュしたりエロ本をこうコラージュするのがすごい上手かったから、はい、昔から、うん、上手かったから、ね、その性癖が誰が上手いって言ってたの、うん、いや自分の中でね。あ、自分が日に日にカッターとハサミと乗りの日に日に自分の腕が磨かれていくのを実感してたの。自分の技術が上がっていくのに恐怖を感じるって。恐怖すら覚えちゃうもんね。へへへ、変態。はい、そして今夜用意した精鋭たちでございますけどね、いろんなバーコードを対戦させようと思うんだ。とりあえず、前回ゲストに来た、はい。懐かしいな、この音。お、神谷さんを戦わせようかな。おぉ、神谷さんですね。神谷さんを戦わせる。神谷さん対、どうすかな、何やると盛り上がるの。やっぱ、小野さんと戦わせればいいのかな。まあ、世間はそれをやっぱ求めちゃうと思うから、ね。普段から二人でもほら、楽しそうにラジオやってるけど、どっか互いに、こう、バトルしたい一面をさ。そうなんだよね。うん、どっかでね、うん、みんな持ってるから、そういうの。どっかで。どれ小野さんは、この、うん、このね、雨音、あ、CD の。うん、これをいく。もうじゃあ、早速通しちゃう。逆、うん。あ、こちら。あ、そう。小野さんの杉田さん、さあどうぞ。さあ、こすってください。出てこいや、雨音使いだ。生命力25,400。うん、高いね。攻撃力2,900、うん。守備力1,700。一発目だからね、うん、強いのか弱いのか、まあ、うん、ちょっとこれが起点になるというか。でも魔法使いの方が強いんだよ、確か。あ、そうなんだ。うん、攻撃力とか低めなのかな、うん、これ。万まで行く数値の並びになってるから、ね。そうからそうなってんだよね。うん、対して神谷さんは、この夏目友人帳の DVD。おこれうちにあったの、うん。これを通すね。神谷さん主役だもんな。うん、さあ、来い。さあ、あ、夏目友人帳戦士だ。生命力33,600っていうね、小野さんを1万ぐらい圧倒してるんだけどね。超えてます、うん、攻撃力がね、1万を超えてます。小野さん2900なんだけどね、で、守備力はね、小野さん1700に対して3900です。強いよ。すべてにおいて上回ってるんだけど。うん、よし、じゃあこのまんまじゃあ、ちょっと対戦結果は明らかだけど、ちょっと当たってみるね。うん、これは、ね、俺らがでも、そうそうそう。操作すればいいでしょう。うん、さあ、先行小野さん。小野さんの先行。これをね、ボタン押すんだ。ごめん、間違えた。あ、お、ちょっと。ごめん、間違えた。一旦目無駄にしたのね。ほんとだ。ほんとね、魔法ってどうやって使うんだっけな。え、魔法セレクトかな。ええー、そんなんあるんだ、うん。メニューが開けるんだ。ほら、デカンツっていうのが出るの。ほほう。うん。そうそうそう。デカンツを喰らえ。神谷さん、デカンツ大先生っす。何？小野さんっぽく。
ほら、回収の次4400。だが、びくともしない神谷。やられる気がしねえぜ。じゃあもう、神谷さんは普通に攻撃しちゃうよ。そう、戦士なんで。これ、R バトルでいいのかな？そう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 。16,600 上がりだね。痛すぎる。はい、死ぬね。このサウント8,800しかないよ。これ死ぬね。デカンズ使ったの MP5 を使ったけど、これでまたデカンズで死ね。無理だろ。決まっても無理でしょ。4,400。じゃあ、もう眠らせるね。小野くん、残念だったね。15,000。はい、小野さんの負け。めちゃ仕上がって。いやー、神谷さん強かったね。強い。じゃあ、今ので大体分かったと思って。次々、戦わしていこうよ。うん。じゃあ次は、じゃあ、京都アニメーション対決ってことで。ほう。俺、カノンの DVD 持ってきたんだよ。京都アニメーション対決があるんだ。そう。京アニバトル。うん。俺、カノン、相沢雄一役で出てたからさ。あー、なるほど。うん。これの DVD、これ7巻ね。じゃあ、お前は？あ、まあ、じゃあ先通して。お前の申し込んだな。探してるよ。うん。よいしょ。はい、来た来た来た。カノンどうだ？お、ヒットポイント 46,100、攻撃力 3,600、守備力 8,800 と。ディフェンスに定評がなかなか、さっきの2組に比べてまたさらに強い選手が。強い、強い、強い。じゃあ俺はね、京都アニメーション対決、もう僕はこれしかないんで。クラナドアフターストーリーの、これも DVD7 巻だ。お前の私物じゃねえか、これ。お前7巻だ。そっか。7巻うちには家族がついてるんでね。ああ、君と違って。家族の力が。そう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 。こっちは思い出しかないからな。いやでも家族、なゆきとかいとこが、あれ？あ、家族ちょっと弱いかもしれない。いやでも、いい意味で好対象だよ。攻撃力が。そうですね。ヒットポイント26,000でね、杉田くんの方の半分ぐらいなんだけど、攻撃力が倍ぐらいあるね。7,100。だったらお前、ハンディキャップ上げるよ。お前、シグマセブンだから水木さんを味方につけていい。マジかよ。大変なことになるぞ。水木さんのパワー強和に、だってもう、クラナドプラス水木でしょ。大変なことになるぞ、これ。はい。入った。攻撃力がさらにブーストされた。攻撃力がね、2500上がった。これ先行取れないってやばいんじゃないの？上が薬草ボタンだね。というわけで、カノンの攻撃。カノン。お、1900。やっぱ火力がないね、そっちね。じゃあ、私の攻撃ね。かなり長期戦になると思うので、編集でお楽しみください。いけ、なぎさ18,200。ちょっと団子大家族。あ、でも魔法が解けた。水木さんの魔法解けたよ、もう。水木さん、ツアーがあるって書いちゃった。もういいだろ、って書いちゃった。歌で強化してるわけですよ。そういうことね。そう、飛んだ。一曲歌っていただきました。飛んだハードキャッチされちゃったぜ、ほんとに。いやー、私3100、杉田さん3400で接戦なんだけど、火力が圧倒的に俺高いからね。あ、これは決まったか。決まった。いやー、やっぱりクラナド強かった。いやー、1年やりましたから、クラナドは。ちょっと、しおりと同じ世界に行ってくるよ。でもそっち、ね、ツークールでしょ。うん。いやー。クリティカル出たんだけどなー。これ盛り上がるね。なんか作品も背負うとなるとね。そうだね。負けてらんない戦いになる。お前が友よの名前を叫ばなかっただけはちょっと救いかな。友よにやられるよりは。あとね、これトーナメント形式でいろいろ上がってたはずなんだけども、予選で最強を誇っていたね、軽音のオープニングが、これね。また京アニか。そう、京音が優勝してたの、確かオープニング。文化放送による事前調査によると、ね。めちゃくちゃ強いんでした、ね。すげえ強いらしいぞ。あ、そう。どんなステータスなんだ。それに対して、うちの田中が用意した、スペシャルプレイヤーがね、これ。資格を。え？何用意したの？何？お前の好きなアニメでしょ？どうせ。いや、うちのキツ系三兄弟の三男のキツザブローの。グッズじゃねえか！こら！なに、君はセクシーグッズを持ってきたの？まあ、ジョークグッズですよ。ジョークグッズだね。ジョーク。それパッケージの外に書いてるやつ。軽音なかなかの能力だよ。ああ、ほんとだ。ヒットポイントが3万ぐらいで攻撃6000。バランスがいいね。うん、守備力も4500あるから。で、戦士か。はい。じゃあ、はい。君の上空アイテムを。うん。風呂場の主を。こっち。風呂場の主の宣伝文句なんだっけ？そろそろオーバートップの向こう側に行かないか的な。やだよ、お前だけ行けよ。ん？しかも魔法使いじゃねえか？来たか。おい、強えな、おい。ちょっと硬すぎ。ヒットポイントが5万ぐらいあって、攻撃力が5100、守備力3400だね。軽音4人で戦っても、このグッズに勝てないかもしれないぞ。マジでか。いや、それは、硬さ、金消し並みですからね。これはどうする？なんか、強化とかする？それでももうこのままいっちゃう？このまま戦わせるしかない、ね。戦わせるか。うん。行くぞ。さあ、どうなりますか？うん。え？あ？軽音の特殊能力により。え？そんなもの持ってんの？嘘でしょ？うん。何？これは、相手の体力を半分にする効果が。そりゃ強えわ。ずるじゃねえかよ。しかも先行なんでしょ。なんてこった。シリコンの耐久度が半分になった。何言ってんの？具体的にしていくな。
行け、リッちゃん、避ける、リッちゃん、リッちゃんドラムで殴れ、リッちゃんドラムスティックで殴れて、5600のダメージ。よしよしよし、はい、いや、じゃあちくわお前せっかくの魔法使いですから、ちくわ魔法使えるぞ、攻撃魔法を ぶちかましてじゃあ強い方ね、ええ、じゃあデカンツで、デカンツ、はい、くらえ、うわぁ一撃だ。32000叩きました。32000により一撃でね、あの、軽音が沈んだ。軽音部が、4人が吹っ飛んだ。4人が吹っ飛んだ。伊達に俺の暴れん坊とやり合ってないですよ。何を、具体的にしていくだよ。俺の中では、軽音のキャラクターたちが、あの、シリコンの中に吸い込まれていくイメージだよ。シューン、スノーム食らってね。ズブブブブってね。うわぁ。うわぁ。これ盛り上がるな、これ。うちの子は最強だったわけですね。うん。配信で32000出りゃすごいよ。なんだこりゃ。ということで、そんなことでゲームをやろうぜ。今夜はバーコードバトラー2をご紹介してきましたが。はい。なんかすごかったね、これ。いや、うん、熱いゲームでしたね、うん、意外と。でもね、ナミール、なんか、二次元を抑えて、田中の持ってきた上空グッズ。三次元のね。三次元かな。うん。強いの。いやいやいや。そうなっちゃったね。うん。三、うん、次元ですけど、うん、俺が見るものは二次元だけです。もういいよもうそういう具体的な話は。そうね。今度俺のあの、ビデオ教材と戦わせよう。うん。俺の使用済みですけど、いいですか以上、そんなことよりゲームやろうぜでした。ではここで声に出して読みたい中村雄一と読みたい漫画、はい、というわけでね、前言ってたロトモンを特集したいって言ってたから、はいはい、文化放送さんがバーッと用意してくれたから、あるね、名シーンを再現しよう、他にも、まあ、ハニカムとか持ってきたけども、ね、あの、オーリーが中村で俺が見たらいいっていうのを考えたんだけどね、女子だからさ、ここからね、ほら、めぐみ田中お前がやったらちょっと荒れるでしょ怒られますね、いろいろ。好きですとかみたいなだけどね。というわけで、ロトモンをじゃあワンシーン、せっかくだから回し読みして、再現してみようぜ。なるほど。うん。どこ読めばいいんだろうね。うん。お前好きなキャラ、やりたいって前回言ってたのはキラーだけどさ。キラー。うん。キラーが好きだね。キラーどんどん成長していくんだよね。そうなんだよね。俺、竜王がいいけど、あ、サーバインがいるから、サーバイン俺やるわ。じゃあ、キラー、配役を言うと、うん、キラー中村雄一、うん、サーバイン杉田、他全部田中、他全部何がいるか分かりませんからね俺ね、とりあえずお父さんとお母さんがいるそれを演じ分けろとしかも一緒に喋ってるから気をつけてね、おいらは元に戻ってる、それにこの黒い鎧は、それは我が剣王の里に伝わる最強の鎧、ブラックシーザー。きっとあなたの役に立つわ。お母さん。あ、父ちゃん、母ちゃん。母ちゃんって感じだけどな。みんな、どこへ行くんだ。帰るのだ。わしらは、わしらが帰るべき場所へ。悪いやつ。あなたといられる時間は、もう終わってしまったの。魔王君じゃない。やっぱり本物の父ちゃんと母ちゃん。また俺かよ。割と喋ってる。サーワインがわしらを蘇らせてくれたのだ。ほんの数日の間だけ、お前に幻魔剣を覚えさせるために。そういうの喋るの。そして、あなたに家族の温かさを教えてあげるために。父ちゃん、母ちゃん。また俺。さらばだ、キラ、息子よ。泣けるシーンだ。どこにいてもあなたのことを心から愛してるわ。母ちゃん、サーバイン、魔剣ネクロスに見入られ魔界に身を置いた俺、一時の間冥界から復活する術を身につけている。お前に幻魔剣を教えることができてよかった。え、行ってしまうのか。サーバイン、みんなと方向が違うぞ。他の者が戻っていくのは天国だ。だが俺は。地獄？兄ちゃん！聖戦士フルカスが交わした誓いを果たすのは、キラ、もうお前しかいない。死ぬなよ、キラ。当たり前だ！待ってろよ、アルス。オイラはもっと強くなって、お前の元に戻るぜ！
てってれー。てれれれってってって。それアニメ版ドラゴンクエストじゃないかよ。アベルの方ね。ね、アベルの方ね。いやー、父ちゃんと母ちゃん喋ってたね。喋りすぎる。セリフ多すぎですよ、割と喋ってたね。これと、あの、成長後のキラとかだったらもうちょっと低い声になってると思うんだけどね。あいつしれっと相手役っていうかさ、うん、矢を好きだった人間からするとなんか当時血の涙流してて。そりゃそうです、ね。なんで小さくまとまろうとしてんだみたいなね。うん、ああ、でもやっぱり、あの、プロがもう一人来ると違うね。そうですな。中村ありがとうね。はい、なんかオープニングのコントとかもすごい厚みがあるものになってさ、うん、俺不安だったんだ。いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。はい。ということで、ありがとうございました。もっとね、読んでほしい本とかあったら募集します。杉田智和のアニエラディルーン。残念ながらエンディングの時間になってしまいました。はい。中村来たんだから、ほんと2時間スペシャルでもいいぐらいなんか。全くですよ。枠がねえんだろ。そうだね。はい、というわけで、この時間のお相手は杉田智和と、SP 田中と、中村雄一でした。